皆さんこんにちは。魅力解禁コンサルタントの土屋百合子です。今日も美動美的チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチをして自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日は私を救ってくれた三浦春馬さんの魅力をパーソナルカラー診断と骨格診断を通してお伝えさせていただきます。もしよろしければお付き合いください。ちょうど1年前、春馬さんの訃報を聞いた時は信じられない気持ちでした。私は母親からの言葉で知ることになりましたが、何度も本当なの？と言ったのを覚えています。2013年の4月、私は自分の身体に対して悶々とした日々を送っていました。そんな時、その年に放映されたラストシンデレラというドラマの春馬くんに救われたんです。そしてそのドラマの翌年に私の人生は転換しました。前置きが長くなりましたが、三浦春馬さん、1990年4月5日生まれの31歳、一泊水星ですので星は私と一緒です。春馬くんといえば色白で透明感があって爽やかなイケメン、上品でエレガント、涼しげで穏やか、ソフトといった彼の与えているイメージそのものがパーソナルカラーに現れています。そうなんです、春馬くんのパーソナルカラーはサマーだと思います。色の組み合わせとしては紺やグレー、白といったベーシックなお色に淡いパステル色を合わせたり、色の数を少なくすることで本来の良さが際立ちます。それでは骨格タイプはどうでしょう。首が長く、胸板は薄めで平べったい印象です。ウエストラインが長くくびれていて腰の位置が低め、筋肉がつきにくく細マッチョな体型ですので、春馬くん相当努力をされ鍛えられたことと思います。もしかしたらお分かりのように、春馬くんはウェーブタイプではないかと思います。ウェーブタイプといえば線の細さを感じるソフトな体型で、優しいとか甘いといった軽やかなイメージ。ワイルドな格好をしてもそんなに強そうに見えません。パーソナルカラーはサマー、そして骨格ウェーブタイプの男性はまるで王子様のようなんです。ですから春馬くんがラストシンデレラで演じていた役柄は、もともと持っていらっしゃる上品さや繊細さが生かされるので、特別な役作りということを意識していなくても存在自体が王子様なので自然体で十分なんです。というわけで今日は春馬くんのことを私なりに表現させていただきました。あくまでも画像や動画を拝見した中で判断しておりますことをご了承くださいませ。そしてこれを見てくださった方にとって必要なことを受け取って、必要でないところは聞き流していただけましたらと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。見てくださっている方に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。